鬼は外、福は内。一番頑張ったかも。鬼は外アタック。一番頑張ったかも。鬼は外。豆まきの豆は、煎った豆であることにも意味があるのさ。そしてそれを食べることで鬼を退治したことになる。鬼は外。季節の節目で分かつ。鬼は外、福は内。勝運来るとえんじゃが。鬼は外、福は内。ああ、豆を踏みつけてしまった。悪いことをしたな。鬼は外。ああ、豆を踏みつけてしまった。悪いことをしたな。